おお、おお、素晴らしい。なんて息がぴったりなパフォーマンス。やはりプロデュースをシェンハイト君に任せたのは正解でした。流行の最先端の曲、キレのあるダンス、高い歌唱力で表現されるメッセージ性あふれる歌詞、どれもとっても一流です。当然よ、私を誰だと思っている。さすがは世界的人気タレント。いいえ、さすがは我が校一の歴史を持つ美しき寮ポムフィオーレの寮長です。 VDC は音楽発表会、他校がどんな曲をチョイスしてくるかは当日まで伏せられますが、この仕上がりは確実に優勝を狙えるクオリティです。シェーンハイト君、 NRC トライブの皆さん、必ずやロイヤルソードアカデミーに打ち勝ち、世界中にその美しさを示してください。はい。なんか今日の学園長やたら熱入ってね。あの人のことだ。俺たちが優勝すれば学園の宣伝になるとでも思ってるんだろう。そうだ、皆さんにこれをお渡ししておきます。VDC の観客席は毎年大人気のプレミアチケット、開催校の特権で関係者席をわずかばかりご用意しています。お友達やご家族にどうぞ。おー、ありがとな学園長。うちの父ちゃんと母ちゃんは地元の映画館を何軒か貸し切ったって言ってた。使用人や親戚を集めて生中継を一緒に見るんだとさ。総合文化祭には遊びに来ると言ってたし、妹にでもやるかな。身内が見ていると思うと少し落ち着かないが。さて、練習の邪魔にならないよう私はこの辺で。皆さん頑張ってくださいね。さあ、それじゃあ練習を再開するわよ。はい。なんか最初の頃のちぐはぐ具合が嘘みてえなんだぞ。